稲スタジアムは長野県稲市の稲公園内にある野球場。稲市へ野球場に隣接している。かつては県の施設で稲市が指定管理者となった後、2017年4月より稲市に移管された。開設から2017年3月までの名称は長野県稲運動公園野球場。スコアボードは LED 電光式でバックスクリーンのライト側にある。 2017年8月に稲市は支援野球場とセットにした命名権の募集を開始した。地域再生計画スポーツパークを核とした町の賑わい創出事業計画。首相官邸ウェブサイトハット AB、稲スタジアム遺憾セレモニールートイン BC リーグ公式戦。稲田にネット。 http://inamai.com スラッシュ www スラッシュ ictn ews スラッシュディテールドット jsp id イコール478592018年3月11日閲覧命名券スポンサー募集いなしのご施設長野日報 http://www.nagano-np.co.jp スラッシュアーティクルスラッシュ201762018年3月11日閲覧、Qué、指定管理者制度導入施設の管理運営状況対象年度平成27年度長野県稲運動公園長野県庁ありがとうございます